漫画誌週刊ヤングマガジンで連載し、ドラマ化したチェリーナイツなどで知られる漫画家の小田原ドラゴン氏52が21日、自身のツイッターを更新。突然、自身の口座の預金が差し押さえられたと報告した。車中泊で原稿を書きながら日本一周し、その様子を作品にした今夜は車内でおやすみなさいが人気の小田原氏。20日、遅くなりましたが今から出発します。おそらくこれが漫画にする最後の旅になるかと思いますと綴り、夜には栃木県の道の駅で車中泊する写真を投稿していた。21日の朝にちょっと今信じられないことが起こりました。旅一旦中止にするかもと慌てたツイートを投稿し、口座の出入金記録を公開。手が震えています。銀行の口座から2000万円以上のお金が差し押さえという名目で抜き取られました。差し押さえられるようなこと何もありませんと明かした。出入金記録には20分の10で差し押さえと表示され、2130万6487円が引かれていた。銀行口座が差し押さえられるのは債務の履行を滞納していることが原因だと思われます。代表的なのは1税金の滞納、2借金の滞納の2つです。1つの銀行口座に財産をすべてまとめて入れている場合、その口座の差し押さえを受けると口座残高がゼロになり生活ができなくなってしまいます。そうならないためにも、銀行口座を差し押さえられた場合には早急に解除する必要があると思います。この投稿には、銀行のミスはありえないので知らぬ間に訴訟を起こされ敗訴した可能性が、類似の事件はすでに存在しているので早めに銀行と警察に連絡ですね、差し押さえ通知の方が後に来ることが多いそうです。先に行っちゃうと出金できないように口座から金を下ろしちゃうから。なのでこれから差し押さえ通知が届くのかもしれません。まずは落ち着いて銀行に連絡をしてどこから差し押さえられたのか確認しましょうと、知らぬ間に敗訴している可能性を指摘する声が多く上がった。裁判じゃないと思います。裁判は差し押さえに至るまで非常に煩雑で時間がかかります。判決が出た程度で差し押さえにはなりません。今回は税金でしょうか。固定資産税、所得税、国民年金、そのあたりかと思います。一番強いのは行政ですから、裁判よりもあっという間に差し押さえます。年金や税金は裁判経由しなくても差し押さえできます。小田原氏はどうすればいいか教えてくださいと呼びかけ、家に帰って郵便物の不在通知などを確認して、あれば受取銀行に確認し弁護士事務所に急ぎで対応してもらう予約をする。税金にしろ借金にしろ差し押さえするためには必ず通知の手紙が来てるはずなので、じっくり手紙の確認をと解決策を提案するコメントがついた。車中泊で日本一周しているならば自宅は不在の可能性が高い。架空請求で訴訟を起こされて出廷命令が来ていてたとしても、その存在を知らないまま時間が経過する。結果として敗訴が確定する。普通に考えれば、差し押さえ前に法的効力がある催告書などが自宅住所に配達証明等で届いているはず。本人が受け取っていないなら、不在者通知などがポストに入っていますね。金額的に考えると確定申告漏れがあったのではないでしょうか。その後、銀行と連絡が取れた小田原氏は、すみません、半分解決しました。年金が未納だったので徴収されたようです。差し押さえは本当でした、と報告。
年金未納で口座を差し押さえられるんですね。とりあえず理由が判明してよかったです。えぐい金額ですね、と様々な声が寄せられた。漫画家に限らずフリーランスによくある話なのですが、年金や保険の手続き、確定申告を全くしない方も結構多いのです。特に芸能や出版系は普通の仕事経験を経ないまま社会に出るので、そうした手続きを教わる機会がほぼありません。その上で税引き前の報酬を給料と思ってしまうのです。出版社なら源泉徴収されているケースが多いので税の差し押さえはないようですが、年金は各個人の話ですから別です。